まったく、男の人はどうしてこうずさんなんでございますの。定一さん、ぼーっとしている暇がございましたら、お茶碗の用意をなさいませ。ああ。もうすぐご飯なのです。ん？圭一の家でご飯なのです。にぱーん。リカちゃんは上機嫌みたいだな。サトコの不機嫌とはえらい違いだ。いいえ。ん？サトコは全然不機嫌じゃないです。久しぶりにとても楽しそうなのですよ。まったく、ほんと情けないですわ。楽しそう？あれがか？サトコがニーニーと一緒だった頃みたいです。ニーニー？ニーニーはサトコのお兄さんです。サトシと言いますです。サトコに兄弟がいたんだ。初めて聞いたな。サトシと一緒にいた時のサトコはいつもこんな風に楽しそうだったのですよ。一緒にいたってことは今は違うのか？出来上がりでしたよ。あ、ケイチさん、おしゃもちはどこにあるんですの？さあ、召し上がれ。いただきます。いただきますなのです。ご飯もいい感じに炊けてるし、味噌汁もよくできてるな。少しは見直しまして。俺、サトコのこと侮ってたよ。完全に敗北だ。褒められるのは光栄ですけど、そんなに立派ではありませんのよ。自分で作ったのはご飯とお味噌汁くらいで、おかずは缶詰を並べただけですし。そんなの恥ずかしがることじゃないだろう。これは立派な夕食だよ。まあ、私にもそこそこのお料理ができると分かっていただけたのでしたら、それで十分ですわね。こうしてるとサトシと一緒にご飯を食べてるみたいで楽しいのです。懐かしいですわね。一体今頃どこでどうしているやら。あ、サトシっていうのは私の兄に、じゃなくて、兄ですのよ。あんな生活力のない人に家出なんて解消があったことがびっくりでございますけど。家出？まあ、そのうち音を上げてひょっこり帰ってくるに決まってますわ。何ですの？サトコがこんなにしっかり者だなんて思わなかった。私は最初からしっかり者でしたよ。サトコはニーニーに会いたいか？ニーニーなんて言いませんですわ。兄とお呼びなさいですわ。言いましたです。言ったな。言ってませんわよ。